メンバー全員で牛丼を食べて、僕は牛丼を頭大盛りで食べて、そこから牛皿をさらに追加して、ちょっとまた足りなくなって牛皿を追加して、店出ようって時に隣の隣ぐらいに座ってた若者がファンで一部始終全部見られてすっげえ恥ずかしかった。